衆議院の政治改革特別委員会での審議のスケジュールをめぐり、今日与野党が協議しました。その結果、明日委員会を開き、各党が意見陳述を行った上で、あさってに各党が提出する政治資金規正法改正案の趣旨説明を行うことで合意しました。自民党が提出した改正案は、政策活動費の廃止が盛り込まれた一方、外交関連などの費用は公開方法を工夫支出として非公開にできるとしています。立憲民主党が必要と訴える企業団体献金の禁止も盛り込まれていません。一方、立憲民主党は企業団体献金の禁止を盛り込んだ改正案を提出しました。ただ立憲の改正案は、企業や労働組合などが作る政治団体からの寄付は禁止の対象から除くとしています。この立憲案を日本維新の会や国民民主党などは抜け穴があるなどと批判していて、野党の足並みは揃っていません。石破総理大臣は自民党の改正案を軸に、年内に政治資金規正法の再改正を実現させ、政治と金の問題に区切りをつけたい考えですが、各党の主張には違いもあり、先行きは不透明です。